どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、6月30日ということで SBI 証券のですね、こちらのキャンペーンが開始になるんですよね。さあ始めよう。 SBI 証券のクレカ積み立て、クレジットカードで資産運用しながらポイントが貯まるということで、スタートダッシュキャンペーン 3.0% っていった形でね、記載があると思うんですけども、本日はですね、こちらについてですね、解説やっていきたいと思います。こちらのキャンペーンについてはですね、前回ね、動画出させていただいておりまして、もともとねこちらのキャンペーン 1.5% 還元のキャンペーンだったんですけども、本日だと思うんですけども、最大 3.0% にねちょっと変わってるとね思うんですけども、こちらはですね、ゴールドカード以上のねクレジットカードであると 3.0% なんですけども、 ANA カードであったりですね、三井住友ナンバーレスクレジットカード、こちらのクレジットカードだと 1.5% ということで、この 3.0% 取れるっていうのは、まあ一部の方限定っていう風になりますんで、まあ基本的にはね 1.5% で考えておいていただければなと思うわけなんですけども、でですね、前回こちらのキャンペーンのね解説動画を出させていただいた際にですね、こちら三井住友カードの V ポイントが貯まる、まあ、キャンペーンなんですよね。で、ANA マイルにね、交換できるっていうふうに私は動画解説ね、しているわけなんですけども、結構ですね、ANA マイルに交換できませんっていうね、コメントだったり、またですね、Twitter の DM とかでも交換できませんよみたいなね、まあ、そういった感じで、ご指摘をね、結構いただいたわけなんですけども、で、結論を言うとですね、ANA マイルにね、交換することができます。まあ、今回の動画に関してはですね、まあ、こちらについてとですね、またね、どのぐらい ANA マイルが貯まるかっていうのをですね、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずね、こちらのキャンペーンのね、おさらいなんですけども、SBI 証券のクレカ積み立て、クレジットカードで資産運用しながらポイントが貯まるということで、本来はですね、こちら 0.5% という風になるわけなんですけども、スタートダッシュキャンペーンということで、プラス 1% ね、プラスされて 1.5% 還元っていう風になります。でですね、こちらのキャンペーンのですね、注意事項っていうのが、こんな感じでね、記載があるんですよね。おそらく、私の動画のコメントだったりですね、Twitter の DM とかをね、いただいた方はですね、これの文言を見てですね、送られてきたコメントしていただいたと思うんですけども、こちらね、付与されるポイントの種類は一律通常ポイントになります、括弧 ANA マイル移行可能ポイントとして付与されませんっていうね、記載がこんな感じでありますよね。でですね、ここで三井住友カードのこの V ポイントに関してなんですけども、非常にね分かりづらい制度なんですけども、この ANA マイル移行可能ポイントっていうのはですね、こちら ANA のね、 ANA ビザワイドゴールドクレジットカードなんですけども、こちらのクレジットカードで通常決済ですね、まあコンビニだったり普通ね、まあどこでもいいんですけども、決済した場合ですね、200円決済で1ポイントね獲得することができて、1ポイントね2マイルに交換することができますので、 ANA マイルの還元率は 1% っていう風になりますよね。まあマイペースリボのね技とかを利用すると最大還元率が 1.3% 還元っていう風になるんですけども、ここではねちょっと割愛させていただきますね。でですね、公式サイトの注意事項で記載されている ANA マイル移行ポイントで付与されませんっていうのはですね、今言ったこちらのクレジットカードで普通決済すると ANA マイル移行ポイントが付与されるわけなんですけども、このポイントでは付与されませんっていう話なんですよね。でですね、このキャンペーンで付与される V ポイントっていうのは V ポイントの通常ポイントっていうねポイントで付与されるんですよね。ですのでキャンペーンにはですね、 ANA マイル移行ポイントで付与されませんっていう記載はあるんですけども、 ANA マイルに交換できないわけではないんですよね。このキャンペーンで通常の V ポイントとしてね付与されるっていう風になりますんで、交換レートなんですけども、ここもねまた複雑なんですけども、 ANA カードね保有している方は、この通常の V ポイントっていうのは、1ポイント 0.6 マイルにね、交換することができるんですよね。ですけども、もし ANA カードを保有していない方で、こういったね、三井住友カードナンバーレス。まあこちら、三井住友カードが発行しているプロパーのクレジットカードなんですけども、ANA カードを保有されてない方はですね、1ポイント 0.6 マイルでね、交換することができるって言った形になるんですよね。ですので、ANA カードを保有している方と、ANA カードを保有していない方ですね、ポイント交換レートがね、0.1 マイルね、
変わるって言った感じになるんですよね。ではですね、どうやって交換したらこの1ポイント 0.6 マイルにね交換できるかっていう話なんですけども、こちらね V パスのアプリの画面なんですけども、上の方にですねログイン中のカードっていうのが表示されてますよね。今こちらはナンバーレスクレジットカードが表示されていると思うんですけども、こちらの画面でポイント交換を行った場合ですね、1ポイント 0.5 マイルにね交換っていう風になってしまうんですよね。ですのでログイン中のカードをですね ANA のカードにした上で ANA マイルに交換していただくとですね、1ポイント 0.6 マイルでね交換することができるって言った形になるんですよね。ですのでもしね今回のキャンペーンね利用される方で V ポイントね獲得された後でですね ANA マイルに交換する方で ANA カードをね保有されている方は、この方法でですね交換するようにしていただければなと思います。このね三井住友カードのこの V ポイントの制度っていうのは本当に分かりづらいんですよね。またね ANA カードを保有している場合としてない場合ね交換レートが変わる、またね V パスのログイン中のカードによってですねこの交換レートが変わってくるということで、もうちょっとシンプルにねしていただければなと思うんですけども、まあこういった感じになるわけなんですよね。それでは次にですね、今回のこの投資信託のクレジットカード購入のキャンペーンですね、1.5% のね、還元が受けられるということで、どのぐらいのね、ANA マイルが貯まるかっていう話なんですけども、投資信託のね、設定期間っていうのが、本日の6月30日から12月10日までっていう風になっておりまして、買い付けがですね、8月の2日、9月の1日、10月の1日、11月1日、12月の1日、1月4日ということで、合計ね、6ヶ月間ね、このスタートダッシュキャンペーンで最大5万円までね購入することができるって言った話になるんですよね。ですので5万円で6ヶ月ということで、それが 1.5% 還元で利用することができるということで、合計でね 4500V ポイントをね獲得することができます。でこの 4500V ポイントをですね ANA 前に交換するとですね、 ANA カードを保有されている方は2250マイルにね交換することができてですね、ANA マイルを保有している人はですね2700マイルにね交換することができるって言った形になるんですよね。もらえるね ANA マイルっていうのはすごいねたくさんもらえるわけではないんですけども、まあこちら投資信託をね購入しているっていう風になりますんで、かなりいいのではないのかなっていう風に思いますので、投資信託もですね投資は投資ということで購入するかどうかはですねご自身で判断していただきたいなっていう風に思うわけなんですけども、個人的にはですねかなりお勧めっていった形になります。でですね、私もこのキャンペーンが今日から始まるということで、よしやろうと思ってですね SBI 証券の方にですねログインしようとしたらですね、私 SBI 証券ってかなり前にね証券口座を開設しておりまして、でしばらくね SBI 証券っていうのは私銀行とかですね FX とかはちょこちょこねログインしていたので利用することができたんですけども、 SBI 証券ですねログインできないようになっておりまして、ちょっとカスタマーセンターとかにね連絡したらですね残念ながら郵送でね手続きが必要ということで、ちょっとね初回のね買い付けは多分間に合わないかなっていう風にデスクの方に言われたんですけども、ひとまずですね実際の購入する動画に関してはですねまたね撮りたいと思っておりますので、今回の動画ではですねちょっとね実際の購入方法っていうのはですねお見せできないわけなんですけども、私もね準備でき次第ね購入していきたいなと思っております。それでは次にですね、今回のこのスタートダッシュキャンペーンですね、かなりお勧めしたいなというふうに思うのは、 ANA のこちらのキャンペーンね狙ってる方ですね、プレミアムメンバーステータス獲得チャレンジ2021ということで、こちらのね ANA のキャンペーンは本来ですねステータスっていうのはですねプレミアムポイントというのを稼いでですね獲得して、まあブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドとかね ANA のステータス獲得できるわけなんですけども、2021年に関してはこういった感じでですねプレミアムポイントの獲得数とサービスの利用、またねクレジットカード決済の利用額でですねステータスっていうのは獲得することができるって言った形になるんですよね。こちらもね ANA のデスクに確認済みなんですけども、 SBI 証券のクレカ積み立て
の決済額もですね、こちらの ANA カード、ANA Pay の決済額に含まれるっていう風になりますんで、もしね、今年 ANA のプレミアムメンバーステータス獲得チャレンジ2021年参戦している方で、クレジットカード決済額がですね、まだ目標までね、達成されてない方はですね、こちらね、利用していただくっていうのもですね、かなりいいのではないのかなと思います。もちろんですね、ANA のビザマスターじゃないとですね、このクレカ積み立てっていうのはすることができないので、そのカード保有している方限定にはなるわけなんですけども、まあ、投資信託のね、利用額もこの決済額に含まれるっていうことになりますので、かなりいいのではないのかなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、SBI 証券のクレカ積み立てのスタートダッシュキャンペーンということで、動画ね、解説させていただきましたけども、投資信託の購入で ANA マイルがね、貯まるということで、個人的にはですね、かなりお勧めっていただきにはなるわけなんですけども、一応投資は投資ということでね、リスクがゼロではありませんので、最後の判断ですね、ご自身でね、していただきたいなというふうに思うわけなんですけども、私自身としてはですね、かなりいいのではないのかなと思います。でですね、これから始めようという方はですね、こちら SBI 証券の口座開設もですね、またね、クレジットカード発行に関してもですね、ポイントサイトに案件が出ておりますので、もしね、これから始めようという方はですね、まず SBI の証券口座に関しては、ポイントサイトライフメディアでですね、こちらの案件ですね、口座開設するだけで 14,100 円分のポイントがね、もらえるという風になりますので、最近ね、私こちらの案件かなりお勧めしてるんですけども、本当に証券口座を開設するだけで 14,100 円分ねポイントがもらえてしまうっていう風になりますので、ぜひねこちらの案件ね利用してみていただければなと思います。またね、ポイントサイトライフメディアのアカウントね保有されてない方はですね、一応ね私特別紹介 URL っていうのをライフメディアさんからいただいておりますので、概要欄にですねそちらの特別 URL ね記載しておきますので、他でね入会するよりプラス100ポイントね多くもらえますので、この SBI 証券の案件は 14,100 円分もらえるわけなんですけども、プラスね2600円分ねポイントもらえるっていう風になりますので、ぜひねこちらも利用してみていただければなと思います。こちらね、新規入会キャンペーンの詳細に関してはですね、概要欄に記載しておきますので、そちらチェックしていただければなと思います。またですね、三井住友カードね保有されてない方はですね、こちらの案件がねおすすめっていった形になります。三井住友カードのナンバーレスですね、こちら発行するだけで6500円分のねポイントがもらえるっていう風になっておりますので、新規入会キャンペーンに関してはね、先ほどと一緒でプラスね2600円分もらえます。またね、この三井住友カードのナンバーレスっていうのはですね、即時発行っていうのができるんですよね。で、この即時発行が対応している時間帯が朝9時から夜の7時半まで対応しているっていう風になりますんで、もしね今すぐ発行されたいっていう方はですね、この9時から7時半までの間にですね発行ねしていただければなと思います。獲得できるね ANA マイルっていうのは、先ほど言った通りですね、レートがちょっと下がってしまうわけなんですけども、即時ね発行することができるっていった形になりますんで、 SBI 証券の口座をね保有されていて、三井住友カードね保有されてない方はですね、こちらの案件がねおすすめっていった形になります。またですね、今回のキャンペーンはですね 1.5% の還元ということで、 4500V ポイントをね獲得することができるということで、 ANA マイルに交換するのもねいいのかなっていうふうに思うんですけども、先日ね動画解説させていただいたこちらですね、ソラシドエアーマイルにね交換していただいて、エアドゥのねポイントに交換していただくっていうのもかなりおすすめっていた形になります。ソラシドエアーのクレジットカードはね必要になるわけなんですけども、1200円分の V ポイントが羽田札幌ですね、片道特典航空券ね発券することができるっていた形になりますんで、4500V ポイントはねあればですね、3回分のね特典航空券発券することができるっていった形になっておりますので、交換先としてですねこちらもね覚えておいていただければなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。